私はずっと兄に勝てなかった。私も勉強はできる方だった。テストではいつも県で2、3番を争うくらいだったし、友達に子供先生と呼ばれるくらいにはできていた。けど、兄はいつも全国1位だった。友達にどうしたら勝てるかなって相談したことがある。そしたら死ぬ気で努力することじゃないとか言ってきた。うん。間違ってはない。生まれ持っての才能がある天才には努力の量で勝負しなきゃいけない。それは私だってわかってる。だから死ぬ気で努力しているんだ。それで、死ぬ気で努力してる天才に一体どうやって勝てばいいわけ？お兄ちゃん。あれ？ここは一体どこなんだ？あ、リアンさんもいたんだ。七門お兄ちゃん。おっとすみません、人違いでした。兄ちゃん私だよ、私忘れちゃったの。なんだその荒手の私、私さにこんなたくましい妹いねえよ。もう知らないこのバーカ。うるせえバーカ、バーカ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 。それでリアンさん、ここは一体どこなんです？また前回とは別の部屋っぽいけど。お、この所見台に何かヒントがあるかも。頑張れ。燃やしたろかわれ。む、神の声が聞こえます。出た台本神様。この世界は通称ジェミニソウル。謎解きやアクション。ホラー要素のある脱出ゲームです。二人専用、推定プレイ時間は1時間半から2時間。配信、動画化は自由です。神ホームページか何かなん？ふむふむふむ、どうやら神によりますとこの世界限界の脱出マップの制作者さんが作ったワールドみたいですよ。ほう、それは期待しちゃいますね。よし、それじゃ早速始めていきますか。今回ホラー要素が前回より増えたみたいなのでワクワクですね。お、このワールドの世界設定があるのか。七門さん、あなたは日向という名前です。あら、いい名前じゃないの。リアンさん、あなたは五木という名前です。今日から私はいっちゃんですね。あなた方日向と五木は双子の系名です。ということは私がお兄ちゃんってことでいいのかな。日向兄ちゃん。おう、なんだね、可愛い五木よ。パチンコ行くからお小遣い。やって五木がぶれた。この世界では私たち系米って設定で進めるので把握よろしくね。お互いの呼び名は普段通りリアン七門で行きましょう。でまだチュートリアルは続いてるっぽいですね。ふむふむ、なるほど。この世界赤い仕掛けが日向、青い仕掛けが五木が動かせるシステムみたいですね。こいつは面白い。強力プレイですね、日向さん。日向と混ざってますよ。お、また前回と同じように物を投げて仕掛けを動かせるみたいですね。前回の斧投げて扉壊した感じか。それじゃ私が壊してきますね。やだ、うちの妹頼もしすぎるんですけど。今でっけい面玉がこっち見てたよね。リアンさん、今のびっくりしなかった。どこまで逃げてんだあんた。あはは、ごめんね、驚いた。ごめんごめん、悪意はなかったんです。それ以上やめて、動物虐待で収益化剥奪されちゃう。それでこれから大事なこと説明するから聞いてね。思いっきりそれ踏まれてるけど大丈夫？この世界は命令と書かれた文言は絶対に従わなくちゃいけないんだ。ほうほう、なるほど。例えばそうだな、命令、ちくわが好きだと言え。ちくわ大スコ。そう、そしたら今のようにちくわ大スコって言えばいいんだ。今ので許されるんだ。よし、大体は大事なこと伝えたかな。つまり命令に従いつつ世界から脱出すればいいんだね。そういうこと。それじゃ、バイバイ。うわ、なんだ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 。どこか懐かしさを感じる場所だった。僕らはこの世界のことについて何も知らないのに、隅々まで知っているような、そんな、おかしな感覚だった。はぁ。あれ？ここは一体、一見どこかの部屋の中みたいだけど、あれ？そういえば妹はどこ行った？七門さん聞こえますか？リアンさん、今どこにいるの？どこにいるかはわかりませんが、私は今201号室にいます。私がいるところは401号室ってことは、この2階下にリアンさんいるのか？ひとまず合流するための手がかりを探しましょう。何か見つけたら連絡します。了解、私も何かあったら連絡するね。ということでまずは2階に行くための手段を探さないと。パッと見てみたけど、どうやらこのフロアに閉じ込められてるっぽいんですよね。じゃあ、下からリアンさんの叫び声が聞こえたような。トマトでも落ちてたんかな。2号室も花が取れるだけで何もなし。あと部屋は3つだけか。この中に下に降りる手段見つかるといいけど。お、いかにも押してくださいと言わんばかりのボタン見っけ。ポチッとな。え、なに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 。あ、これただリアンさん驚かせるだけだな。さて次は隣の4号室へっと。え、なにここどこどこどこ？当たり真っ白の異世界に転生したんですけど、どうやら白い箱の中に閉じ込められてるみたいですね。これワンチャン前回出てきた白い箱と繋がってたりするのかな。あ、帰ってこれた。どうやらここは幻の4号室だったみたいですね。こんな部屋家賃3万でも住みたくねえな。あれ、インベントリに謎の本があるぞ。せっかくなので見てみましょうか。どれどれ。私たちはやりたいことをする。私たちはやりたいことをした。私はやりたいことがある。私にはできないことだった。でも、もう、二人なんて、いなかった。これって日向かさつきどちらかの視点、二人なんていなかったって一体。
とりあえずリアンさんと合流してから考えよう。七門さん今防防室にいますか？早朝ど今着いたところ、でもこっちは特に手がかりはなさそうだよ。それが2階の防防室に4階の防防室と同じ作りにしろって書いてるんです。なるほどそういうこと。じゃあ2階の部屋の作りに合わせるから特徴言ってってくれる？まず花瓶に花があって、大釜には水が満タン、あと火がついたろうそくがあります。なるほどろうそくはこっちの部屋は消えてるからそっちが消してもらって、花はさっき2号室で見つけたからこれ持っていけばいいんだね。よし順調順調。なるほどここ事故物件か。道理で異世界に飛ばされるわけだ納得納得。花瓶に花入れいの水入れいの。さてこれでどうだ？よしこれで同じ作りになったみたい。お、廊下にはしごが出現したってことは。いびきー。ひなた兄ちゃーん。ちょっと兄ちゃん邪魔どいて。アップウェイ感動の再会は？え兄ちゃん泣くよ。3階は部屋が空いてなかったから1階に進むしかないですね。見てお金持ちの家にありそうなテーブルがありますよ。どんなところにテーブル置いてあるんだよ。おっとこんなところに本見っけ。どれどれ読んでみましょうか。私はずっと兄に勝てなかった。ちょっと読んでる最中だろ何してんだ。であれ机どこ行ったん？ひなもん兄ちゃん。どうした一旦何があった？机乗ってたら机潰れちゃった。ははは、あんた太りすぎ。どうやら出口は鍵がかかって出られないみたいだぞ。かわいい妹よ。やだ今日のお兄ちゃんぶっ細工。そういえばさっきの本には何が書いてたんです？どうやら妹目線のお話だったんだよね。だからワンちゃんこれいつきのお話なのかな。もしかして私たち仲良くない？この顔見て仲良しなんて言えるのかごら。出口の鍵はどこにあるんだ。あれこの部屋通れなくない？七門さん忘れたんですか？青の仕掛けは私いつきしか動かせないんですよ。あ、そういえばそうだったね。そんなわけなのでここは私が行ってきますね。了解気をつけてね。覗いちゃダメよ。戦闘か。私も日向専用の部屋があったからそっち行ってみましょう。なんだこの部屋。七門さん聞こえますか？リアンさんそっちはどんな状況？少し確認したいんですけど、そっちに黒曜石と黒曜石をはめるスペースありますか？それならありますよ。ただ黒曜石14個しかないんですよね。やっぱり、こちらに黒曜石の配置図があるので指示通りに置いてください。なるほどそういうことか。形としてはですね、大文字の I を書く感じで置けばいいだけです。つまりこういうことでいいのかな。お、できたできた。そしたら次は私が黒曜石置くのでそちらに配置図があれば指示してください。なるほどこれを伝えればいいのか。おうちょっと待て。これどう伝えればいいんだバカ野郎。七門さんまだ。待ってね今写真撮って送るから。写真送られてきた瞬間ブッチブチにしますから。やっぱ言葉で伝えるのって大事ですよね。これで伝わったかな。七門さん。あらリアンさん久しぶり。これ今ならテニスできそうですね。お、やるか。じゃあリアンさんボールな。七門さんラケットね。肝心のプレイヤーいなくね。お、ターゲットブロック壊せるピッケルゲットしましたよ。もう一つの部屋の鍵も開いたのでその部屋で使うんでしょうかね。あ、ほんとだターゲットブロック見つけた。うわなんだこいつ。その警備員から避けながらターゲットブロック壊す感じですかね。こういうゲームあるよね。よし無事ターゲットブロック壊して出口の鍵ゲット。これでこのマンションの外へ出られますね。うわなんだここ食った。正面の建物は学校でしょうか？ここってもしかして私たち双子が住んでいた地域なのかな。ってことはこのマンションに私たち暮らしてたってこと？確証はありませんけどその可能性はありますよね。いいなぁ家から学校まで近くて。着眼点そこかよ。